こんにちは、坂東なり。はい、本日はですね、いきなりお呼びいただいたわけなんですが、ちょっと坂東のカバンの中身をね、見たいということだったので、誰が言ったかは知りませんけど、まあしょうがないんで、ちょっと坂東のカバンの中身をお見せしていこうかなと思います。はい、坂東のカバンですが、まあ別に特にこだわりはありません。こだわりとかあります？仕事のバッグに。まあある人はあるか。あの、私はですね、ロンシャンっていう、これ結構多分街で見かけること多いんじゃないかなと思うバッグなんですけど、このハンドルが青いのはなんか限定色らしいです。で、なんで私がそれを知らないかっていうと、これは母のお下がりだから。なのでちょっと仕事のバッグはあまりこだわりはないんですけど、なぜこれを使っているかというと、使い勝手がいい&タフ。これハンドルが結構細くて硬いんですけど、そのカバン自体がナイロンだから、ここちぎれそうになるのかなって思ったら全然ちぎれない。これちなみに母が3年以上使ったカバンで、それを私が引き継いで、もう今6年目ですね、このカバン。こっちは強いんですよ、このね、ここは。だけどここはね、ちょっと弱め。もう角がこう、街がこういう風に作られちゃってるので、角がこう折り込まれてて、ちょっとね、穴開いちゃってます。ただ穴、もし分かんないレベルじゃなくなってきてる気もしなくもないけど、あの、大丈夫です、使えるので。で、難点はポケットが1個しかないっていうのはちょっと難点かなと思います。で、あと型崩れはしやすいから、ゴツゴツしたものとか入れるともちろんね、こういう風にボコボコはするので、それが嫌な方はあんまりかな。ただタフ、皮は剥げたりとかするけど、それはない。水ドス、坂東の水ドス。あとはドス。あ、お気に入り紹介しましょうか。マーシャルイヤホン、 Bluetooth イヤホンドス。これはね、大学3年くらいの時にいただいたもので、大学3年からなんで、もう長い付き合いになります。ワイヤレスイヤホンでこんな長持ちしてる人ってあんまりいなくないですか？ワイヤレスイヤホンってこう携帯と繋がらなくなったり、壊れたり、なくしたりとか、私一度もないんです、こいつと出会ってから。もう3年、今年で4年目です、こいつとは。はい、あとはそうだな、お道具箱、ポーチ、いろいろ入ってます。お薬、バンドエイド、ハンドクリーム、リップ、香水、塗り薬とか入ってたり、保湿クリームとかも入ってます、部分保湿とかね。あとビタミン剤とかも入ってる。ちょっともうこの中はお見せできない。マックカードとか図書カードも入ってます。このポーチはね、ニコライ・バーグマンっていう、なんかあのブリーチャーブドフラワーとか、まあお花屋さんですね、お花屋さんのポーチで、これね、ヒカルさんにもらったんですわ。私がカバンの中があまりにぐちゃぐちゃだったのでくれました。あとナンバーズインの保湿クリーム、これはあのお化粧直しとかするたんびに塗ってます。でももう夏だからいらないね、保湿クリームは。ここまでのやつは、これほんと夜塗るレベルのこっくりクリームなんで、あんまり真冬はいいと思うけど。あとなり、はい、傘ね。あとね、これはね、結構このカバンの中では新しい方、ロエベのキーケース、ドス。これもいただき物です、かわいい。これはパンパンになったヴィトンのカードケースなんで、あんまりちょっとお見せできない。あ、じゃあ裏面だったらいいよ、裏面だったら。
こうやって見たら別にパンパンって感じしないですよね。表見たらもうなんかずれちゃってるもん。お見せできないわ。お見せできないわ。はい。で、まあこれもちょっとあんまりお見せできないですけど、ちょっとジルスチュアートの鏡剥げまくってて、後ろ白くなってます。銀色のはずなんですけど、もうね、これも大学1年生の時から一緒にね、私の生活を共にしてくれているグッズなので、物持ち良くないですか。私物持ちがいい、いい。で、これは大学1234 7年6年、今の計算でなんで7年やねん。あと財布はミュウミュウです。これも大学生の時に買ったやつですね。もうだいぶ古いので財布も変えようかなと思ってます。財布ね、運気もあると思うので、ちょっとね、ボロボロの財布使ってたら金どんどん抜けていくかなっていう。ほぼここから使ってないですけどね。今現金あんま持ち歩かない人増えてるんじゃないですか。私ももう本当にペイペイしか使ってないので。あとハンカティ、ハンケティなり、ハンケティフ魔法のカバンなのかと思うほど物が入ってますよ、マジで。で、それであとは歯ブラシね、これおなじみのね。で、最近買ったもので、リップ、私が使ってるやつ、これアミューズジェルフィットティント06番ソウルガール、ソウルガール、アイアムソウルガール。あとやっぱり目薬はこれだなと思うのはスマイルホワイティエ。コンタクトとか知ってる人はコンタクト用のやつもあるんですけど、普通に薬局で売ってます、市販で。なんかね、あの白目が充血してこうなんか線が入ってると目が小さく見えたりとか、透明感がなくなって見えるんですよ。そういう意識してない人でも白目がいきなり白くなったら透明感が増すんですけど、これね、打った瞬間、この目薬刺した瞬間に、あの白目の充血がブワッて引いてきます。この目薬はいい。他の目薬もそうなんかな。お待ちかねの化粧品タイム行きましょうか。お気に入りの化粧品を紹介していきたいと思います。の前に、このポーチは何ぞと。これはボーリングの景品でもらったものです。こっちにベースメイクと、こっちにアイメイクとか、その色つける系のやつを入れてます。ヒカルさんにはちゃんとしたポーチを使えと言われておりますが、まあでもこれでね、やっていけてるんで別に問題はないかなと。なんかおすすめのポーチあれば教えてください。いや本当はね、大人になってこんなの使ってたらちょっと恥ずかしいとは思うんですけど、これ人様の前で出したりとかはあんましないので別にいいかなと思ってるんですけど、どう思いますか。はい、今撮影5月17日もう日焼けはもうバッチし対策していかなきゃなという時期に入っておりますが、私は今年はね、2種類日焼け止めを買いました。アクアとこのサナエクセルプロテクティブ UV エッセンス日焼け止め&化粧下地ってやつで、これは SPF50 プラスの PA4 プラスですね。結構水っぽくてあんまり頼りがいないかなと思うんですけど、使い勝手がすごく良くて、サラサラなので、あのよくある日焼け止めのあのオイルが入ってたりとかするとやっぱベタつくじゃないですか。でもこれはね、オイルが入ってないので多分ね、私の感覚的にめっちゃサラサラするんで。で、あとね、匂いがいい、ラフランス&ジャスミン。私ジャスミンの香りが好きで、サボンとかでもよくジャスミンの香り選んだりするんですけど、うん、いい香り。これおすすめ、私も初めて買ったけどおすすめなり。で、あとおすすめは光源堂のファンデーションかな。もうファンデーションは最近ずっと光源堂を使っております。光源堂マイファンシーアクアファンデーションですね。これは私の親友の女優の友達に教えてもらいました。
光源堂はなんか結構メイクアップアーティストの人が使ってたりとか、あのメイクさんが持ってるファンデーションの中の一つらしくて、でまあでも結構冬向きかもこれは。夏場でもいいと思うけど、私は年中乾燥肌だからいいと思う。年中乾燥肌じゃなくて冬だけ乾燥する人は冬だけでもいいと思うし、夏場のファンデーションって迷いますよね。クッションファンデ使ってる人が多いのかな。あとこれパーフェクトダイアリースターダスダイヤモンドハイライパウダーなり、あ、02番、うん、02番シャンペーンゴールドだと思う。もうハゲてきちゃってるけど結構いい。これもうこの辺とかもキラッキラキラッキラになりますからめっちゃおすすめ。もうこれリピしようかなと思ってる。でね、あとチークとかってか全然なくならないじゃないですか。私もチークこれ買って1年経たないぐらい、もう10ヶ月ぐらい経つんですけど、マジ全然なくならないスックのチーク使ってます。ピュアカラーブラッシュ04です。これねいいよ。他の色もあるんですけど、なんかデザインがそもそも可愛いよね。あとなんか大したもの使ってないけど、パウダーはローラメルシエを使っています。これは友人からあのアメリカのお土産でもらったローラメルシエのパウダーです。アメリカの方とちょっと肌質が違うのであれかなと思ったんだけど、光源堂のファンデーションだったら乾燥とかもしないしおすすめ。ローラメルシエは多分日本のローラメルシエは結構パウダーもなんかこの美容液成分含んでるみたいなやつ売ってるから結構人気高いと思いますけどね。なんで私もちゃっかりアメリカのやつだけど使ってます。はい、こんなもんでしょうか。別になんか意識してるものとかって本当になくて、こだわってるものとかもほぼない。いただき物も多いし、これとかも多分母にもらったラルフローレンのハンケチだし、この傘も父に買ってもらったやつだし、これも友人からいただいたものなので、もういただき物ばっかりかっていう感じなんですけど、バンドのカバンの中身はこんな感じでございます。はい、面白いもの見れましたでしょうか。もっと化粧品中身見たいですとか、なんか質問あればコメントいただければと思います。質問なくてもコメントください。コメントいっぱいお待ちしてます。ということで、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい。本当はね、もっとしっとりいこうかなと思っていたんですが、はい、ちょっと難しかったようで、はい、またしっとりバンドはちょっとまたチャレンジさせてもらえればなと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いかがですか。毎日一緒ほぼ。ほぼ一緒。うん、ああただちょっと待って。あ進まない。